はい、皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはですね、つい最近購入したホイール、シマノのデュラエース C50 になります。はい。初のですね、ディープリムということで、こちら 50mm のものになっています。でですね、まあ最近はそのディープリムはチューブラーが主流になっているとは思うんですけれども、まあ今後のですね、ランニングコストなんかを考えると、まあアマチュアの自分としてはクリンチャーがベストなのかなと思って、クリンチャーにしました。で、まあ自分はですね、河川敷の本当に平坦な道しか走らないので、もうヒルクライムなんかは一切眼中になく、多少重くてもですね、クリンチャーのディープリムにしました。で、まあたまにそのゆっくりのんびり走るときは、もともと使っていたですね、アルテグラの68を履かせて走ると思うので、まあ使い分ければ全く問題ないかなと思います。で、まあもう何日か実際走っているんですけれども、アルテグラと比べるともう非常にいいですね。特にその高速域での、まあ速度維持だったり、まあ足にかかる負担とかはですね、かなり軽減されています。本当にどこまでもこうホイールが回っていくような感じがするので、まあ特に高速域では、非常に高い性能を感じます。まあ、低速になるとですね、逆にちょっと重いので、まあ足への負担はアルテグラよりはかかるんですけれども、まあそれでも全然そんなに低速で走ることもないですし、まあ、サイクリングロードに行くまでのまあ一般道ですね。まあそこで若干その止まったり、すると思うので、まあまあ、そのあたりは準備運動も兼ねてということで、あまり気にせず乗っていきたいと思っています。はい。まあ前後輪で20万ですね。やっぱり高い。まあ本当お金がある人は、ね、もっといいものとか買ったりできるんでしょうけど、本当に自分は限定されてしまうので、まあまあそれでもね、満足できる範囲で買っています。